質問ですね、まあどうなっていくんでしょうかと、まあ、一時期ですね 7.8、まあ、コロナ前のデータですと 7% 以上というフィリピンの経済成長率なんですけども、まあ、日本と全然違いますよね。日本のまあ1960年代、70年代ぐらい のかなりの成長期に近いのかなと。あと人口ピラミッド見てもそうですね、綺麗な三角のピラミッドになってますよね。まあ、人口、将来の経済成長と人口との関係ということで、やっぱり鋭い方はここ分かっていて、経済成長と人口はかなり関係すると。で、若い世代が多い、23歳ぐらいの平均年齢ということで、まあ、経済成長は間違いなくこれからすると思います。で、海外のアナリスト、まあ、優秀なアナリストもですね、今後30年で最も経済成長する国がフィリピンと、まあ、それ分かってる、まあ、優秀な投資家は、フィリピンにも投資をしているところですね。また投資っても不動産の投資のピークが過ぎているということで、あとはまあ事業投資とかですね、まあ、そういったところかなと思います。で、フィリピンの人口動態、人口ピラミッド、